色褪せないレジェンドに驚きが広がっている。ドジャース、大谷翔平投手は20日、日本時間21日、本拠地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ、7回戦制、第6戦に、1番、指名打者、で先発出場し、2安打1打点の活躍で勝利に貢献。ドジャースは2020年以来4年ぶりにワールドシリーズ進出を決めた。大谷は試合後、 米放送局のインタビューに出演ファンからは、みんな大きいなさすがに W と OB の元凶に注目が寄せられた。実際の様子、大谷翔平がちっちゃく見えるのえぐい、豪華レジェンド3人との共演にファン大興奮。大谷は第6戦に勝利すると、ベンチから飛び出して歓喜の輪に加わった。ナインと喜びを分かち合い、写真撮影などを終えると、 米放送局、フォックススポーツのインタビューに応じた。ドジャースタジアムに設けられたステージには、通算3465安打のデレク・ジーター氏、通算541本塁打のデビッド・オルティス氏、通算696本塁打のアレックス・ロドリゲス氏のレジェンド3人が姿を見せ、大家を出迎えた。ロドリゲス氏は大谷と握手を交わし、翔平、こんにちは。 と日本語で挨拶。オルティス氏からは、君がリーグ MVP だ。僕と同じ DH、その難しさを語ってくれ、と問われると、試合状況が読みづらかったりとか、逆に投げている時は試合状況を自分で作っているのでわかりやすいですけど、DH はそういうのが一番、難しいかなと思います、と回答した。また、ジーター氏から10月を戦う楽しさを問われ、 最後の最後、こういう短期決戦ができるのは自分にとって特別な瞬間だなと毎試合、思っています、と振り返った。そして最後には、オルティス氏から自身が現役時代の写真が入った T シャツをプレゼントされ、大谷は嬉しそうに T シャツを掲げて満面の笑みを見せていた。約4分間のインタビューだったが、画面に映ったのは大谷を含めたレジェンド選手ばかりとあってファンも大興奮した模様。 画面がレジェンドで埋め尽くされとる。スーパースターで渋滞しすぎてる WW。メンツが土着素豪華 W といった声のほかみんな大きいなさすがに W。大谷がちっちゃく見えるのえぐい。引退してるのにみんなでけ WWW と体の大きさに驚く声も。ちなみに、交渉ではロドリゲス氏が191センチメートル。104キログラム。オルティス氏も191センチメートル。 キログラムジーター氏は191センチメートル88キログラム身長193センチメートル95キログラムと遜色ない数字が並んでいる。